それでは、こたびの公演は、これにてフィニッシュとさせていただきます。ジャ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 ーン！ふぅ。いかがでございましたか、マスター様。こたびのお試しお国公演は。少々手狭なマスター様のお部屋では見にくかったかとは思いますが、急に始まる実況スタイルでの盾シーン、ザンザブローの女性型装備への早感想など、新しき要素をモリモリマックスに持ってみたのですが、それはお試し何よりエクセレント。さて、それはそれといたしまして、お試しお国公演にお付き合いいただいたマスター様にお礼と言ってはなんですが、お土産の品がございます。聞くところによると、何やら本日はバレンタインデーとかいう南蛮のイベントとか、これを機に歌舞伎感あふれる新商品をお国座にもと思いまして、このようなものをこしらえてみました。さあさあ、ご遠慮なさらずにお受け取りくださいませ。よーってでん。はい、こちらお国さん特製の試作品、出雲キセルチョコにございます。歌舞伎の小物としても親しみ深く、リアル日の本っぽい雰囲気、そして出雲とキセルが醸し出すなんとなくの黙々感、アンド美味しく食べられるとあってはお子様にもご安心の一品です。これを食べれば君も未来の歌舞伎役者、憧れの舞台でお国さんとアクション、これは流行る。あら、ザンザブローは不満気ですね。ですが、こういうのはお客様のご意見が一番。ささ、気にせずお食べになってくださいませ。実のところお味の方も自信ありですので、よろしければご感想などもいただけますれば。さりげない流れでお渡ししたのに、さすがはマスター様。よくぞそこにお気づきになられましたね。その細やかな観察眼、実にエクセレント。はあ、いや、その、なんと言いますか、お国さんもいい年こいて、いや別に今も若いんですけど。若いですよね。その手作りチョコレートで気を引こうなどと、若干こっぱずかしいと言いますか、なんと言いますか、ついこのように回りくどいことを。いやはや、ネタがバレればなんとも哀れなお国さん。どうかここは旅の踊り子のよもよいごとと笑ってお見逃しいただければと。よいよいよいよ。マスター様の真摯なお気持ち、お国のハートに響きまくりました。実を申しますと、こういった色恋沙汰ごとには担当縁がありませんでしたので、何せ物心ついた頃から巫女の修行に明け暮れ、浮いた話もまるでなしというか暇もなし、さすがにこれはないわと思っておりましたが、その後はなんやかんやとありまして、里を飛び出し諸国を暗夜、なんとか踊りで身を立てようと爪に明かりを灯す日々。じゃんじゃんじゃん。シャラップザンザブロー、いいところですので。ふん。そんなわけでしたので、マスター様にお呼びいただき、
生前はあまり縁がございませんでした。年頃の色恋沙汰に興じることができようとは、大変嬉しく思っております。もしや、爪楊枝一つ分ほど、重かったり、堅苦しかったりしたでしょうか。全然、全然。そうですよね。こんなにキュートなお国さんを捕まえてそんなことないですよね、ザンザブロー。あと、つい余計なことをペラペラ話してしまうのは、良くない癖でございました。それでは、改めて。お国の気持ちを込めたチョコレート、どうぞごゆるりとご堪能くださいませ。それでは本日はこの辺で失礼いたします。またの機会をお楽しみに。ではでは。まさか天下の出雲の奥にともあろうものがたかだかチョコレートを渡す程度で、かように緊張するとは出雲の神様でも思いますまい。ええ、お国さんも思いませんでした。何これ。この程度は余裕でこなせると思っておりましたが、なかなかどうして、あのお方は手強いですね。あのようにまっすぐな瞳でお礼など言われますと、つい私も本気になってしまいそうというか、なんというか。生前はいかにお偉い方に言い寄られようとも、まるで心に響きませんでしたのに。奇妙なものですね。色恋沙汰は舞台で十二分に分かったつもりでおりましたが、いえ、文字通り、分かったつもり、だったのでしょうか。あら、ザンザブロー、なんですその顔は。さもありなんみたいな顔で。ザンザザン。な、よろしいでしょう。マスター様とおりますと、なかなかどうして、芸に新たな魂が宿る気がいたします。人生を終えてまだまだお国も未熟者、心機一転第二の人生頑張るぞと、これを機会にさらなる高みを目指しましょう。ええ、現世を舞台に愛しい人と世界を救うなんてこれ以上ない演目ですし、役者冥利につきますとも。私とマスター様の晴れ舞台、なんなら色恋沙汰謎も盛り込みまして、いざいざ世界を相手に目に物見せて差し上げましょう。新お国十八番出雲恋歌歌舞伎。なんて、で、あ、あら、あ、もしかして聞いていらっしゃいました？これにて一